親父のね話とかもね、あ、そうですね、結構したらいいかなと思うんですけどね、うん、一番まあ分かりやすいで言うと、ホットカーペットってあるじゃん、床の熱くなる、冬出すやつ、ね、冬出すやつね、床の熱くなる言い方あるやん、ホットカーペットな、床熱くなるやつ、ホットカーペットね、はい、うん、だから最初の方に、最初の方にっていうか出会った時、ホットカーペットに初めて出会った時、うん、当分ハマるやつです。いや、ハマるけどハマるけど、こたつよりこっちの方がええみたいな感じになる。ハマるハマる、わかるよ。あれをなんか夏場は使えへんって、自分の部屋に、自分の部屋だけの専用の2畳ぐらいのホットカー、うん、ちっちゃいホットカーペットがあったんですけど、うんうん、それ使えへんから夏場はね、うん、ほんだら押し入れの中とか入れたらいいんですけど、うん、1個も押し入れの中とかそんな入れずに、うん、ホットカーペット自体をこうバッとそのままね、壁にガムテープでビーッビーッなってる。くるくるくると丸めて、そう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 、押し入れで入れたいんですけど、うん、あるやんかやり方。だから僕そんな知らんから、親父の部屋ガチャッと入ってうわーと思って、うん、何これと思って言わんのそれは。そう、言いますよ一応、うん、言いますけど、なぜそれでおかしいかって言ったら、なんか理由があると思うやんか言うたら、うん、理由があると思うけど、親父テレビ浮かって見てて普通にね、うん、俺がバーガチャッと入ったら、うわ何これ、なんかなんで壁に貼ってんのこれと思って、うん、ちょっとこうなるやんか。いやそうなる、戸惑いを隠せてない。なんか簡単にできて、でそんなに大したことないと思いそうですけども、実際自分の親がやっとったら、うん、うわすごい嫌みたいな。そうなる、絶対なる。あ、何これ、なんかすっごい嫌な感じこれみたいな、なんねん。なんか絶対なる。人の親やったらどうでもおもろいなって済むけど、うん、いや人の親やったらおもろいよ、なんか変やなと思うけど、うわーパーってなって、うん、ちょっとあれ 何してんのみたいな。ホットカーペットあれ何してんの、押し入れ直したんやみたいな、うん、ほんなテレビこうやってこう見れて、まあなあみたいな。何それ返しと思って、なんか理由あるとか、なんか理由言うかなと思ったけど、まあなあ、あ、そうなんや、まあなあで終わらさって、まあええわ、終わらさ聞け聞け、そーっとドアして、聞かんと。そんなん多いね、だからわっきわからんやつが、うん、一回ね、工場のね、部品をね、同じ部品ばっかり作りすぎてね、うん、もう俺しんどいって言い出して、無理や言い出して、おほんでなんか体調も悪なって、お風のきついのみたいな、お言うたらもう胃も痛いし、おもうなんか歩く時もなんかめまいとかがしょっちゅうするみたいな感じで、もうしんどいって言い出して、もうやりすぎて、おほんでもう倒れてもう普通の一般的な倒れてですよ、まあ横になるんじゃなくてね、もう分かってるから。もう事細かに説明せんの、大体分かってる、大体で分かるから。それは僕も違うところで仕事しとったんですよ、普通のあれ家の工場ではなく違うところの工場で僕2年半ぐらい働いてたんですよ、うん、なんか修行行けみたいな感じで、おそんな気じゃなかったんですけど、ね、で そこの工場に電話かかってきて、 お母さんから電話やぞって出たら、お父さんが倒れたみたいな、うわやばいやんけ思って、それやばい、電話すぐ切って、ご自慢の100万円かけた改造費にかけたアメリカンで家帰って、ご自慢のかどうか知らんけど、バイクで帰った、バイク乗っててね、うわ高速道路飛ばして、うわ家帰って、で、ね、家帰って病院行ってからすぐ、うん、ほんなら別にそんなに大したことないみたいな、うん、精神的にもう疲れてますと、あなたはもともといろんな検査を受けた結果ですよ、うん、あなたはもともと芸術家ですって言われて、親父が、はあ、なるほど、あんまり同じものばっかりをたくさん作ってはいけないって言われて、あ、なるほど、真逆をやってたわけね、真逆やってますやんか、小さなものを大量生産してるわけでしょ、そう、同じメリケンサックみたいなね感じのものをね、たくさんたくさん作ってるわけですから、うん、そういうことをあまりしてはいけないっていう、なるほどね、そういう脳の仕組みだから、うん、苦しいはずですみたいな。それはあなたこうなって当然ですよと。そうです、なんかだから一品物とかたまにあるんですよ、図面1個だけ来て、うん、これ1個だけ作ってくれっつって、うん、それ20万円で払うから作ってくれって、難しいやつとかあんねん、うん、ああいう時はもうすごいもう目の色変えて、うわやっとんねん、もう楽しそうに、うこれやみたいな、でも一個一個同じやつやったらなるんですよね、あんで精神的にもう疲れて、うん、もう あんまりほんまに良くないですと、うん、まあ、良くないですけどもちょっと休憩した方がいいみたいなね、なるほど、もう言うたらもうブワーって小5、僕が小5の時にバーってやってて、やり始めて20歳ぐらいの時にそんなになったから、うん、そこまでバーってもう切り詰めてやってたから、はあ、ちょっと休むみたいな感じになって、病院の先生に言われたんが、うん、もういらんことを考えんなと、うん、いらんこと考えるとあかんから言うて、なんかもう木彫りとかね、うん、無心で木彫りをやってなんかリラックスするとかね、手先を使ってなんか
手先を使ってバーってやってもうリラックスしてるね、何にも別にあの寸法も何もないですから言うたら寸法も何もない、適当に作ったらそれがまあ気楽でしょみたいな感じで、なるほどなるほど、ほんでいらんことを考えるためにもそういうのしなさいとか、うんうんうん、あとあのなんかあのノートにねずっと自由書いたりするのもいいですよみたいな、うん、ほんまにそれええんかもっていうようなやんか、うん、まあ、それがええねんって、でもいらんこと考えんとそれやるんか、木彫りはわかるけどな、なんとなく木彫りもなんか3作品ぐらいなんか完成させました、ね、何作ってためっちゃうまいイルカの木彫りとかこのぐらいのねイルカのやっぱできるなぁ思って、初めてやった割には相当なクオリティで作ってるなっていうイルカのやつとか、神社みたいな、神社の門構えみたいなのがよくわからんやつとか no、 はい、よくわからへんやつとそんな作ったりとか、ほんでそんなまあそれは玄関に飾ってたんですよ、やっとんで木彫り思ってええやろかある朝僕が仕事行く前に家の玄関で靴履いててパッて見たら木彫りあるから、うん、やっとんでーええやんけ別に、まあ思うじゃないですかでも、うん、思ってそれ木彫りやったりで、うん、あとノートのやつは全然知らんかってやってるの、うん、だいぶ経ってから1ヶ月ぐらい経ってから親父のその部屋に入って、親父がおらん時にね、うん、部屋にガチャッと入ってなんかそのなんかいる親父の部屋にしかないものを取りに行く時かなんかに、うん、ほんならなんかノートあるんですよ、おこれパッて開けたら、やっとんでー思って字書いてんねや、書いてんねん、しかも字は書いてんねんけど、うん、疲れる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 、疲労困憊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 、うわー1ページ全部に、そう怖いね、需要競争需要競争とか需要競争なんかそんなようわからん書いてんねん、需要競争一番わからへんのがあの南の点でね、何点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 ってブワーって書いてて、ブラッてめくったら、のど飴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 って言ってるやん、あんののど飴の缶が横に置いててそれを見て書いてて、ああそう、はい、なんでなんやろ、なんか父親さん感とかは来てたの、小学校の時に来てたかな、来てた来てて一回来たな、浮きまくってたんじゃんその時も、外見とか、うん、そのなんていうんですか、まあ、もろに外見ね、うん、顔とかそういう服装とかは普通のおっさんなんですけど、うん、もう順応したもう完全なね量産タイプのおっさんですザクみたいに言うな、ザクみたいなもう完全なおっさんですよ、もう 何人でも横並び、はい、アイロボットみたいな感じの、はいはいはい、後ろにも横にも並びそうなおっさん、喋り出したりとかしたら、うん、急にシャア専用みたいな